太陽の眩しい光とその光が作り出す影、ですね、それが最も美しい風景だと思います。でやはりそこには家族があり、まあ、その季節の美味しい食べ物飲み物があるという風景が思い浮かびます。僕のおじいさんの時からそういった仕事をしてまして、お父さんもそういうレストランの仕事をしてましたから、まあ自然に小さい時からこういうレストランの仕事をしたいなと思ってました。で今最近ですとやはり日本の中で生産地や自然の中に入った時にそこにいる人々、生産者だったり、それから森のことにすごく詳しい人からの影響を受けます。例えば野菜にしても、そういった家畜にしても、最もその安全で健康な生産物ができるためにはその大地、土が大事なんだということを知って、そしてそれを見つめていくうちにその土を使った料理を、発表しました。やはりこう少し暖かい季節ですね、夏とかの夏の始まりの頃の風を感じます。風にも香りがあるんですね。まあ、その僕の料理の特徴というのは、まあ、その素材ですね。ですから、僕の料理の中には自然の風景がある、その季節のその自然の風景、その土地のを表現したものがあるというのが僕の料理の特徴です。そしてその土をずっとに見つめていくと、そこには水というものが非常に重要な、地球にとって人間にとって必要重要だということで、それを表現する料理を発表し、あとはですね、まあ、僕の料理の中にもうこれも2003年に世界で発表しましたけども、炭ですね、野菜を炭化させるという新しい調理法を行いました。これは今まで例えば野菜だったら揚げたり蒸したり、それから茹でたりというような調理法はありましたけども、野菜を炭化させるということはなかったと思います。で、それをすることによって新しいその食材の使い方ができたと思います。一つはその昔から世界中で行われていた先人の知恵ですね。昔の人たちが築き上げた生活の知恵というものがあります。で、それが今、現在の人たちが忘れてしまったことによって、環境が壊れているものが、地球の環境が壊れている例がいくつかあります。例えばですけども、まあ、木を使う。昔はちゃんと木を使っていたところ、今プラスチックだとか発泡スチロールみたいなものを使うことによって非常に環境に良くないことが起きています。それをもう一度思い起こす、思い出すというきっかけを作ろうとしています。で、一つには木を味わうということで、杉の木と楢の木を使ってエッセンスを取ります。これはすごくシンプルで、冷たい水と杉の木、楢の木で香りを取り出して、一つのこうエッセンスですね。で、それをレストランで味わってもらう。そうですね、これからまあシェフを目指そうとしている人へに、なんですが、それは、やはり自分が仕事をしている場所、それと自分の国籍ですね、自分がどこの国の人間であるかということを表現し、そして誰もやっていないことをできるようにですね、だから人の
と同じようなことをやるんではなくて、自分にしかできないことを探し求めていってほしいと思います。ですね、まあ、これから先の、まあ、20年どう変わっていくかですけども、ファインダイニングというのは、まあ、いろんな形が出てくると思います。非常に、スタイリッシュなお店もあれば、その一方で非常にその自然を生かした原始的な料理を出すお店もあると思います。一つ言えることは、その時代に生きている、食べる人ですねにとって、心地いいもの、そしてその時代に求められる、フィロソフィーですね。ですから今で言うと、それからこれから先も多分そうですけども、地球の環境というのは常に問題になってくると思います。そういったことを考えたレストランというものがもっともっと存在してくると思います。